日米球界で活躍した松井秀喜さんがふるさと石川県で6年ぶりに野球教室を開きました。松井さんの母校金沢市の星稜高校グラウンドで開かれた野球教室にはおよそ600人の応募から選ばれた小学生34人が参加しました。松井さんは引退後、野球の普及を目指す NPO 法人を立ち上げ、アメリカや日本で野球教室を開催しています。地元石川県での開催は6年ぶりです。今日は松井さんが打撃投手を務め、ヒット性の当たりが出るとナイスバッティングと声をかけていました。そしてフリー打撃では、どうだ、見事な柵越えを披露し、子どもたちから歓声が上がっていました。ここで3年間汗流したんだなっていう気持ちもありますし、まだ景色があんまり変わってないんでね、それもすごい嬉しいなと思います。今日楽しかったなとかね、来てよかったなとかね、そういういい思い出となってね、残ってくれればいいなと思ってるだけです。